一旦三者の見解が出た沖縄三論客論争、最後に私がボギーテドコンさんの立場だったらどうしたかを考えたいと思います。ボギーテドコンさん復帰、あの件についてボギー大佐の言いたい放題よりご紹介します。まあ私今日桜でも言いましたけど、報道しないからといって批判するのではなく、自分たち自身が発信しようというのが私のやっぱりモットーなんですよね。そういった思いもあって、ガナハマサコさんにはぜひやっぱり放送にやっぱり戻ってきていただきたい。そのためにはある程度やはり放送局の言うこともね、飲んでいただいて妥協して放送をね、継続放送することが沖縄の反社会的勢力やガナハマサコさんたちが戦っている琉球新報沖縄タイムズにとっても大きな痛手になるということは話をさせていただいた。ガナハさんの話をさせていただいたら、ガナハさんその時にすごいムスッとした顔をしてですね、それって言論弾圧に負けたことになるんじゃないですかと私厳しくやっぱり指摘をされました。まあ彼女からすれば言論弾圧、私からしますとやはり公序良俗に反するような部分についてはきちんとやっぱり修正をする、これがやはり公共の電波を借りているものとしての責務だ、これお互いの価値観の違いではございますが、まあこういった話をさせていただきましたとのことです。これは以前の動画でも述べましたが、私もテデコンさんと同じように媒体の意向と相談しながら番組作りをすると思います。ただし持論を曲げられるのは内心穏やかでないことも確かです。ガナハさんの行動には賛同しませんが、もし裁判が成功して発信者の言論の枠が広がるのであれば、それはそれで喜ばしいことだと思います。一度裁判が始まってしまった以上、勝訴されることを願います。ガナハさんが師匠と崇めている方は、この裁判の話が出たのはガナハマサコとボギーテドコンがあった2ヶ月後だと、そんな前に部外者のあいつが知ってるはずがないというふうに言ってましたし、そんな話は当時全く出ていないという話があったんですが、放送局の中ではもうすでにこういった話は可能性として取り沙汰はされていました。だからこそ私は裁判に打って出るのはこれは愚策であると、それよりはある意味妥協してでもこの放送をね、復活させることがこの沖縄の未来にとって大切なことだと、そういうふうに自分には信念がありましたから、ガナハさんに話をさせていただきましたが、まあ受け入れられることはなく、本だけを持って寂しく帰った次第でございます。与田さん最初は何を勘違いしてたのか、2時間とか話してました。あのあと1時間とか話してますけど、私の記憶ではだいたい40分から45分くらいじゃないかですね。だいたい40分から45分くらいじゃないですかね、とのことです。ガナハさんが江崎さんをなぜ尊敬しているのか私には分かりません。でも敬愛しているのは間違いなさそうです。師匠と崇めている方はという意地悪な言い方は私ならしないかなと思いました。裁判の時系列については、裁判の準備を2ヶ月で済ますのは可能かもしれませんが、何の前兆もないということもなさそうです。テドコンさんが勘づいていた可能性、知らなかった可能性、両方ありえそうだなと思いました。一番テドコンさんと私が違うと思うのは、私だったら相手の主張を黙って3ヶ月も我慢するのは耐えられなさそうです。闘病中だったとはいえ我慢強い人だなと思いました。しかも闘病中です、我慢強い人だなと思いました。ボギーテドコンさん、ご自愛ください。健康君だったら3日も耐えられないよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。